2024年2月29日に結婚を発表したロサンゼルスドジャースの大谷翔平。その発表は、記者陣にとっても大きな出来事だった。現地で取材を続ける斉藤恒弘氏が怒涛の1週間を振り返る。ドジャース大谷翔平投手の結婚発表から約1週間が経った。振り返れば、ドタバタだった。今年30歳を迎える節目で、そろそろなのかな。と頭をよぎることもあったが、キャンプ期間中の2月29日、4年に一度のウルービに突然発表したのは予想外だった。大谷翔平が結婚した、担当デスクからの電話。アリゾナ州の現地時間で日付が変わった直後に大谷翔平がインスタグラムに投稿。日々の原稿を寄稿している日刊スポーツからの電話で目が覚めた、大谷翔平が結婚した。電話越しの担当デスクはシンプルに言った、しばらく状況が飲み込めなかった。深夜0時半、スマートフォンを握りながらベッドで少し考えていた。明日の取材に備えて、寝て、と言われていたが、やはり眠れなかった。自分が知っている限りの、結婚観を書こうと起き上がり、深夜1時頃からパソコンに向かった。書き上げても興奮状態は続き、しばらく眠れなかった。大谷翔平はインスタグラム上で囲み取材に応じる旨を綴っていた。翌朝の午前中、ドジャースの球団広報に確認すると、予定されていない。状況が変われば連絡する、と返信があった。この日は午後からの練習。午後2時前、大谷翔平はクラブハウスにやってきた。日米メディアに促され、広報が囲み取材の有無を確認。15分後に屋外で行う旨が周囲に通達されると、一斉にメディアがクラブハウスから外へ出て行った。マイクチェックを行うテレビ局。中継で、間もなく大谷翔平選手が会見を行います、と伝えるリポーターもいた。多くのカメラマンが囲み取材の真ん中から撮影できるポジションを確保。想像しい異様な雰囲気が続いていた。大谷翔平はなぜ、異例の取材対応を行ったのか。米メディアからすれば、異例の囲み取材だったという。選手それぞれの結婚はプライベート。会見を開くことなどない。ただ、ある米メディアの記者は、大谷翔平の場合はやっぱり違うかな、と言った。ロサンゼルスではもはや、セレブの仲間入りと言ってもいい存在感がある。その選手の結婚は、特別だったようだ。実際にラ・タイムズの記者は、結婚の質問をする前に、野球以外の話だけど。と前置きして切り出していた。囲み取材に応じていた大谷翔平は終始、穏やかな表情のように見えた。ちょうど10分間、あっという間に終わった。前々日の27日に今季初のオープン戦、実戦復帰で豪快な一発を放ち、翌日は試合には出なかったが、サプライズで山本由伸投手、25、のオープン戦初登板に駆けつけた。そして、結婚発表&囲み取材、一気に話題をさらった、怒涛の3日間だった。大谷翔平の結婚を聞いたトラウトも興奮気味で、結婚発表には、6年間在籍したエンゼルスの関係者や、兄貴分のマイク・トラウト外野手、32、も寝耳に水だったようだ。トラウトは、誰だか知らないの？教えてよ、とチーム関係者に尋ねるなど興奮した様子だったが、彼が幸せなら、それは嬉しい、と喜んでいた。その5日後、オープン戦で大谷翔平と対面。移籍後、初の2ショットが実現し、結婚、契約のことも含めてすべて、おめでとう、と伝えた、と祝福の言葉を送った。ドジャースのロバーツ監督も、全く知らなかった。妻から、発表された後の、朝、教えてもらったよ。とても驚いたけど、嬉しいね、とニコニコしながら、大谷翔平の幸せを喜んだ。驚きの発表から1週間、徐々に周囲も落ち着きを取り戻し、再び野球モードへ。調整は順調に、私生活も整え、開幕戦での打者復帰を目指している大谷翔平。愛妻と愛犬、自らの家族を持ち、新天地でどんなパフォーマンスを見せてくれるのか、今まで以上に注目される。大谷翔平選手は、犬連れ婚、ペット連れ婚のメリットとデメリット。大谷翔平選手の結婚発表直後から、SNS 上には、大谷翔平ロス、という言葉が飛び交い、キーワードまで話題になっていました。それだけ、大谷翔平選手は唯一無二のスターなので、女性ファンにとっては大谷翔平選手の結婚はショッキングな出来事だったようです。大谷翔平選手はもちろん野球選手ですが、一部のファンにすればアイドルのような私の推しという存在なのです。
大谷翔平選手が2回目の MVP 受賞のインタビューを受けた際に、同席していた犬、コーイケルホンディエのデコピンちゃんにも注目が集まりました。昨年秋に愛犬、デコピンちゃんを飼い始めたことを明らかにしていました。大谷翔平選手は、自らの意思でデコピンを迎えたといい、犬連れ婚だったと明かしましたと大手小町では伝えています。今日は、犬連れ婚、猫連れ婚について考えてみましょう。犬連れ婚、猫連れ婚のメリット。結婚する前から犬や猫を飼っている人は、犬や猫がいる人生を選んでいる人が多いのではないでしょうか。犬や猫などを飼うことが幼い頃からずっと続いているので、犬や猫がいないと生活できない人もいます。筆者の大学生の頃は、授業中に拾った子犬や子猫を抱っこして授業を受けている人が割合にいました。授業中に子犬や子猫の鳴き声がすることもそう珍しくなかったのです。そんな子犬や子猫を育て、卒業と同時に実家に連れて帰った人もいます。筆者も北海道から大阪まで連れて帰りました。そのような生活をしている人にとっては、犬や猫がいない生活は考えにくいのです。筆者の周りには、このような人が多くいる環境なので、大谷翔平選手が犬連れ婚をしてもそれほどびっくりしませんでした。私の知人は、自分で結婚相手を探す時の一つの条件として、愛犬がその人に懐くかどうかで決めた人もいます。犬連れ婚、猫連れ婚のメリットをまとめると以下のようになります。犬や猫を同じように好きで会話が弾む。犬や猫が好きという共通の話題があるので、会話が盛りだくさんになりやすいです。結婚してから、犬や猫を飼おうと思って反対されることはない。初めから、犬や猫がいるのでペットがいる生活がずっとできやすいです。気まずくなった時に犬や猫が取り持ってくれる。結婚していて気まずくなっても犬や猫がそれを取り持ってくれることが多くあります。犬連れ婚、猫連れ婚のデメリット。犬連れ婚や猫連れ婚はメリットばかりではありません。もちろんデメリットもあります。犬や猫が嫌いな人とは結婚がしにくい。すべての人が犬や猫を好きなわけではないです。犬や猫を連れて結婚するということは、同じ空間に犬や猫がいます。犬や猫が苦手な人とは暮らしにくいです。犬や猫アレルギーの人とは結婚がしにくい。犬や猫が好きでも、犬や猫のアレルギーを持っている人は、一緒に暮らしにくいです。どれほどの犬や猫のアレルギーを持っているかによって違いますが、症状が重篤な場合は犬や猫との暮らしは命に関わります。ペット科の住宅はそうじゃない住宅より高価なことが多い。犬や猫がいる場合は、ペット科の住宅に住む必要があります。ペット科の住宅は、そうじゃないところに比べて高くなります。ペットの世話に時間が取られる。人の子供は、成長すれば自分のことができるようになることが多いです。一方、犬や猫はいくら成犬や性病になったからといっても自分でフードを飼いに行ったり、水を汲んだりできないのです。そのため、犬や猫はずっと世話に時間が取られます。まとめ、飼い主が遠征に行くからといって、今日は犬の世話を誰もしないということはできません。大谷翔平選手は、実家で犬を飼っていたので、そのあたりのことはよく理解しているはずです。大谷翔平選手はメジャーリーガーで遠征も多く、多忙なのでなかなかデコピンちゃんの世話も難しいでしょう。デコピンちゃんは、コーイケルホンディエという中型犬で活発なので、十分な散歩も必要です。もちろんドッグトレーナーなどもいるかもしれませんが、大谷翔平選手が留守の間は、妻がしっかり面倒を見ていることでしょう。大谷翔平選手が犬を飼い出した頃から、彼女の存在があったとか言われています。大谷翔平選手は、きっと犬好きな人を選んで一緒に暮らしていることでしょう。